はい、皆さんこんこにちはリュウセイです、えっと、今日はですね、えー、今の時代とかであの例の流行り病もねだいぶ下火にはなってきてますよね。まあ、海外ではもう終わってるっていうか、まあ、次のフェーズに行ってると思うんですけど、まあ、日本人は慎重っていうのと、まあ、言われたことはねきちっと。 聞いて行動するっていうまあ民族だと思うんですけどねまあいい意味でも悪い意味でもねで未だにまだ下火ではあるんですけどねまあ続いてますよねなんか変なあれですよ変なことしてるじゃないですか今もねで最近ですね僕はね音楽フェスとかねまあ自分自身もライブでギター弾いたりね歌ったりできるんで演奏 したんですよねまあんまりお客さんはまだ入れれないっていう方針でやったんですけどねでやっぱりね一つ言えるのがね生音の凄さってあるんですよコンサートとかねまあプロアマ関係なしにねライブハウスとかねコンサート会場に行って実際生演奏を聞かれた方いらっしゃると思うんですけど音楽の持ってる力ってものすごいですよね。 お金に換えられないというか言葉では表現できないぐらいのなんかものすごさがあると思うんですよね、まあ、音楽嫌いいいなな人ってあんまいないと思うんですよね。必ずしも誰しもが自分のお気に入りのアーティストさんとか曲がありますよね。音楽嫌いだよっていう人っていないと思うんですけどね人間だったら絶対音楽の何かしらのお気に入りの曲やアーティストあると思うんですよね。 でやっぱりねイベントとかねかなりまた復活しては来てるんですけどこの2年、まあ、2年前とかひどかったですもんねやっぱりイベントを文化芸術この辺りはね守っていかなきゃいけないと思うし、まあ、人間衣食住が一番大事なんですけどもちろんね住む場所とかね水空気食料あと着るものとかね まあこれは絶対どんな時代が来ようが死守していかなきゃいけないんですけどで文化芸術はまあ二の次なんですよねまあ生きていく上で二の次とされるじゃないですかやっぱり優先順位はやっぱり食とかね水とか空気とか住む場所とかねあと仕事とかねその辺を確保してちょっとまあ飲食は厳しかったね飲食はなぜか厳しかったですよね。 なんでやねんっていう感じなんですけどイベントと飲食に対しては厳しかったですよね政治家とかね緑色の知事ですか大阪の知事とかね緑色の知事とかねひどかったですよね本当にねでまあ初年度は多めに見ましょうよ初年度は得体の知れないあれがどういうふうに 振るっていくのかっていうのを、まあ様子を見なきゃいけないので、まあ、様子を見ましたよね。で、データが出たじゃないですか？半年1年でデータが出て大したことないっていうのが分かってるにもかかわらず、ブレーキを踏まなかったですよね。2021年はもうブレーキを踏むべきだったと思うんですけど、相変わらずあれが続いていてでイベントとか。まあ、場合によっては場所によってはされてる。 ところはあったと思うんですけどまあ、音楽関係は全滅ですわね音楽関係でやっぱりライブハウスとかね潰れていってるところもありましたねやっぱり小さいライブハウスさんはね経営不振でやっぱり維持費をね電気代、家賃とか払っていかなきゃいけないのでねまあ、月数十万から100万ぐらいねかかるのでね お客さんが来なかったらもう潰れるしかないじゃないですかお金に余裕なければねあるいは何か組織でバックアップがなければ潰れていくんですよねだから何が言いたいかって言ったらもう政治家は暴走するのでね時としてね権力者と政治家とあと資本家とかね富裕層ですよ彼らは自分たちの私利私欲のためにいろんなことを仕掛けてくるんですよだから 我々は、従わずにね、法律は守らなきゃいけないんですけど、法律じゃないんだから、おかしいと思ったら、従わなきゃいいんですよ。で、何が言いたいかというと、大事なものあるじゃないですか。この衣食住以外でも大事なものあるわけじゃないですか。優先順位を下げられますけどね、どうしてもね。文化、芸術ですよ。音楽とかね、そういったイベントとかね、祭りとかね。大人としての我々は、 死守しないとダメですよ。これ未来の人たちのために死守しないとダメですよ。もう極端な話ね。命を懸けてもこれ守らなきゃいけないと思いますよ。人間として。で、私はまあ音楽とかね、芸術とか多少携わってるんでよくわかるんですけどね。で、この前も超一流のアーティストが10組ぐらい来たイベントに見に行ったんですよね。 音楽野外フェスですね野外音楽フェスに行ってきたんですけどやっぱり音響とかエンジニアリングとか超一流の人たちが調整するあるいは演者が超一流の人たちが演奏するからもうすごかったですねもう言葉では表現できないほどの素晴らしさがありましたね人の感情感覚とかね人生をもね変えてしまうぐらいのね音楽自身にものすごい 力はあると信じてるんですけど、まあ、実際力ありますよね実際生音とね生演奏ね、まあ、CD のステレオの音でもいいんですけどやっぱりパソコンの前のねちっちゃいスピーカーとかねイヤホンで聞くのも悪くはないんですけどやっぱりね生音を聞くすさってあるんですよこれ聞かれたことない人はね一度ね 騙されたと思ってね、行ってください。もうだいぶコンサートも復活してますからね。まあ、例のあの対策は守らなきゃいけないところは多々あるんですけどね、日本はね、まだ遅れてるからね。とりあえず行ってください。行ってみた方がいいと思いますよ。ものすごいですよ、やっぱり音のすごさ。私もこの数年間行ってなかったんでね、久しぶりに行ったんですけど、やっぱりすごかったですね。で、まあ、私もミュージシャンの端くれなのでね、 初めて久しぶりにねライブしたんですけどねやっぱり自分の音で感動しちゃいましたねなんか自分で出した音に対して感動しちゃうんですよねなんかアドレナリンが出る感じですよねなんか脳がこうスパークするっていうか覚醒するんですよ魂がもしあるのなら魂が浄化される感じ感覚になりますねで音楽の 生音は何でいいのかっていうのを、まあ、理論的にねあえて言うならやっぱりアナログの音っていうのはデジタルの音と違ってまあ本当のまあ音なんですけど鼓膜が揺れるだけじゃなくてその空間自体が振動してるから音波として聞こえるものと聞こえない領域もあるんですよね。でレコードがそうですよね。CD、とレコードの決定的な違いは、CD、は 高いある音域の周波数をカットしてるんですよねまあ、これはデジタルデータ上カットされてると思うんですけど人間の耳に聞こえない周波数域はカットされてるんですよねだから聞こえないからあってもなくてもいいじゃないかって思われる人もいると思うんですけどレコードだと一切カットしてないんですよねでレコードの音っていうのはリアルで 温かみのあるまろやかな音がすするってていいううことを言う人は結構いてです、ねまあ私もそう思うんですけどね私もレコードプレーヤー持ってるからレコードを聴くこともあるんですけどやっぱりデジタルな音も悪くはないんですけどパソコンとか CD プレーヤーの音も悪くはないんですけどデジタルなのでまあ電子データですよねいわゆるねだから全ての周波数帯は聞こえないんですよね。 でレコードだと全体的にこう、まあ、ライブに近い状態で音がスピーカーから出てくるんで、まあ、皮膚ととか体、ね、体全でで振動を受け止めてると思うんですよ。だから論理的に言うとね全ての音域を周波数を体で感じて鼓膜で聞いてるので感動するっていうふうに言われてるんですよね。 で、究極はライブですよね、まあ。ほとんどのミュージシャンはライブをするために曲を作ってアルバムを出してるんですよね。まあ、僕もその中の一人で気持ちはわかるんでそれをまあやってるんですけどね。私は、まあ、まあ私もミュージシャンの端くれなんでそれをまあやってますよね。でライブをやるために音楽を作ってるんですよね。まあ、原始的というかねライブってやっぱりそういう意味でも アナログな音音でで本物の音がすすするるから感動するんですよ、ね、まあ当たり前って言えば当たり前なんですけどね迫力も違うしね。であとまあスピーカーとか機材を使ってデジタルな部分もあるんですけどやっぱり音響のプロがね調整してくれるのでやっぱりまあアマチュアもいいんですけどね、まあ、プロアマチュア問わずねやっぱり生音をね、まあ、ギターの音でもピアノの音でもね まあエフェクト効果でねさらに加工して出す音も含めてね、まあ、実際その場所で全員で共有して音楽や音を楽しむっていうことにはもう変えられないと思うんですよね。でデジタルの音っていうのは、まあ、電話の声もそうなんですけど電気信号に変換してるのでアナログからデジタルに一度変換した機械的な音なので感動が薄いんですよね。まあ、悪くはないと思うんですけど それはそれで便利な部分もあるんですけどどうしても情報量が少ないんですよねデジタル信号でパソコンやスマホの中に保存できる情報量って限られているのでどうしても、まあ、ゼロ一の世界なのでどうしても周波数帯も全部表現できないまあ仮に表現しようとしたとしてもやっぱりデジタルの音はアナログの音にはかなわないので金銭に触れるようなね 人の魂を揺さぶるまでではいかないと思うんですよねどうしてもアナログには勝てないっていうところはそこにあると思いますね変換してるのでまあ本当の音じゃないっていう限りなくまあだからライブに行って本当の生音を聞くっていうのがやっぱり大事まあ好みにもよるんですけどね それを聞いて感動するっていうのがやっぱり人間にはね現代人には必要なんじゃないかなっていうふうには思いますけどねまあ強制はしないけど一度行ったことのない人は行ってみてほしいんですけどねっていう感じですねだからねこれはね人間としてはねやっぱり守っていかなきゃいけないと思いますよあなたも私もこれを見てらっしゃる方もね少しでも ままああ責任ははると思いますよっっきり言ってこれでただねぼーっとしてねお上の言うことだからって言ってね何でもかんでもハイハイ言って聞いてたらね我々の文化文明滅びますよはっきり言ってね大げさな言い方かもしれないけどねだからこれ大人一人一人にこういう大事なものをね衣食住以外の大事なものねこれを死守する責任はあると思いますよぼーっとしてね 生きててもね、まあそういう人もまあいらっしゃると思うんですけどねやっぱり波風立てたくないとかねなんか火けしちゃうから嫌だとかね下手なことはやりたくないとかねそういう保守的な方もいらっしゃると思うんですけどねこれ大人の責任大きいと思いますよ今の子供たちとかねまだ生まれてきてない人たちの未来のためにもねまあ流行り病とかねいろんなことが 起起きててねねこされて、ね、いろんなわけのわからないね世相になってねわけのわからない時代になりがちなんですけどねまあ勇気を振り絞って我々でも守っていくしかないと思いますよこれ音楽ロックとかねポップでもいいですけどねクラシック音楽とかねまあ昔から原始時代の頃からあったわけでしょアフリカの民族音楽とかね。 それが派生してリズムブルースとかねジャマイカであればレゲエとかねカリブ海の音楽とかね日本の音楽もありますよねだからやっぱり守っていくべきものは守っていかなきゃいけないと思いますよまあ法律でね決められてないですからねもうその辺はちょっとやっぱり戦わなきゃいけないかもわかんないですね、うん、人として 守守っっってていいいくものはやっぱり守っていかなとまあいいものはいいのでね勝手に盛り上がって勝手に残っていくだろうっていう考え方の人もいるとは思いますけどねだから実際この2年以上日本古来の祭りイベントごとが中止になりましたよね。で今年からまあ徐々にね復活していってるのでまあだいぶ 下火になってまあ元の生活の状態に文化の状況が復活していくとは思ってますけどまあやっぱりねお上の言うことを全て聞かなくてもいいと思いますよ大事なものがいっぱいあるのにまあ先祖の人に失礼ですよねもう本当に先祖の人の魂がもしいるとしたら怒られますよはっきり言って僕らの代で。 崩したのかお前ららっっってて怒られますよはっきり言って祭り言祭もう何百年日本は歴史長いから1,000、まあ、年2,000年前から伝わってるものもあるでしょうそれがことごとく中止になってますよねなんかよくわからないものであまあよくわからないじゃないね2020年でデータ取れましたからね大したことないってことが分かったじゃないですかあのー、流行り病ね、まあ、病気なのかどうかも疑わしいんですけどね それを要は鵜呑みにして大事なものをね人間が発明した最大の文化である音楽ねこの音楽とか祭り事とかをねネタやしにしたらダメだと思いますよはっきり言ってこれなもう生でね絶対聞きに行ってくださいもう感動しますよ絶対ほとんどの人感動すると思いますけどね涙流れたりしますからね感情のコントロールができなくなってね まあ僕なんかもう最近は年齢的にすぐ泣いちゃうんですけどね涙が止まらないですね素晴らしい音楽を聴いた時はねまあ好き,好き好みがあるからね何ともあれなんですけどねまあロックとかねやっぱりいいですね、うん、フォークとかポップスでも歌謡曲でもいいんですけどね、うん、やっぱり音楽と文化はね残していきましょうよ我々大人の責任ありますよ 多少はあると思いますよ。本当に我々で作っていきましょうよ。ということで終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。